わしゃパンクツベガパンクリリスじゃ。へいリリスパンクツビジョン、こっちとら研究費が常に逼迫しとるんじゃ。金品をよこせ、そしたらお前らなんか用済みじゃ。何言ってんの、こんな極寒の海で救い上げてくれたんならちゃんと助けてよ。だから助けたんじゃない。本来この海域には船など侵入不可能。侵入しようとすればこいつらに沈められておしまいじゃ。さすがに恐怖が勝つ。出たードミーン。おいリリス、何をやってる。シャーカー黙っとれ、いつものことだ。また略奪か。もっと科学者のプライドを持て。いやなめてかかった。船にいる剣士を見てみろ。懸賞金11億1100万ベリー、海賊狩りのゾロ。そいつが落ち着いてるのはその距離でお前を瞬殺できると踏んでるからだ。その後ろ悪魔の子ニコ・ロビンも同じくだ。じゃがこの数のシービストウェポンを相手にどう戦う。強者はまず最初に刺すべき敵を見極める。お前こそよく考えろ。おどけるバカどもはおとりか。油断した。Enjoyed this? Like and subscribe for more One Piece content. Share your thoughts in the comments and stay tuned. See you in the next video.